安倍内閣というのは私本当にあったら聞きたいあなたはいつ生まれたのって全くおかしいねこれだけの20年後70年の戦後体験ありながら彼の言うことはまるっきり明治大正昭和初期と同じじゃないですかどうしああいうことは言えるのかそういう点でこれを決して許すわけにはいかない これはもう民族の自滅だけではない第三次世界大戦を誘発し人類全体にひどい悲しみ苦しみを与えるに決まってますだからもう100年目を生きる私なんか今やつにだっておかしくないけれども死ぬわけにいかねえなと思ってななんな何としても今度の安倍内閣の企みだけは 根底から覆すそしてフランス革命以来の人類の模索してきたヒューマニズムとデモクラシーの本物を日本社会に貫徹させて喜びながら生きていけるような 社会状態の土台をだからもうそれを見るはあ日本大丈夫だなあときっと感じるところがあると思いますそのためには我々のこの運動は派手にでも何でもいらないもうじっくり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 今挨拶にありましたようにここの会場にいる 報道関係そのたんだけになしに国民全体に自分自身の問題として広めるように地道にじっくりじっくりと対話を広めポスターにもチラシにも配ってか配る地名な運動でもいいからやっていくそれがおそらく最短の短い期間で日本社会を生みがえらせるだろうと思います。 秘密保護法が通って私はそんな法律は無視してあの必要なところへどこへでも潜り込んでいって取ってこようと思いますでそれで捕まえるなら私は最初の,その囚人になろうと思っています。であのの法律は全くあのこの 社会それから世界中が情報の公開知る権利を求めている時にもう全く180度後ろを向いている法律であんな法律を作らなければならないということはその時の政治がどんなに自分たちのやってる政治に自信がないかとでみんなで話し合って決めていくなどということはやめにしてでともかくその法律で決めて何でも端から 取り調べてそういう取り調べをやる法律があることでみんなの側が自ずから自粛をしてでだんだんとこうあのみんなが求めている問いに対する答えは出せないけれども自然な効果を狙ってあの特定秘密法というわけのわからない法律は作られたと思います。 今私たちの社会を支配しようとしている人たちはまさに凡庸なる悪そのものでしょうそれに対抗する時私たちはいつまでも凡庸なる善を生きていくのかそんなことでは対抗できないというのが私の思いです。 ここではいろんな人のいろんな力が一つにならなくてはどうにもならないという現実の中にあるのではないか。凡庸なる悪に対する時私たちは凡庸なるを捨てて本当の意味での命人権あるいはこの言葉もいろいろな解釈があるので使いたくはありませんが正義というものを考えていかなければいけないと心から思っています。いろいろな 運動団体そのものに対してです、ね、賛同団体を募っていってその大きなつながりをその世間に示してこれだけい、まあ、わば安倍なるものを包囲するものはこれだけ出来上がるんだぞという形を作っていこうと思っています安倍大臣といってもです,、ね、すぐ先に総選挙すぐ作ってその選挙で勝ってすぐ辞めさせるなんていうふうに簡単にはいかないと思いますかなり長くなるいわばその戦略性を持った形でもってこの運動を続けていく必要があると思っています